2015年8月ブレイドでアンダー55キロトーナメントが行われましたが、両者エントリー、しかし宮本欠場、戦いが実現するということはなかったんですが、このノーキックノーライフ2016年でまた成長を重ねて対戦なんですね。お願いします。3分5ラウンドですね、まさにここが戦いの交差点となり得ているわけなんですが、まずどうでしょう、優勝から スコア天心貫禄出ましたね。全くそうですね、2年前の自分の引退試合の時にエキシビションで出てくれたんですよ。そうなんですよね、その時は高校生にもなってませんじゃん。はい、びっくりです。あの時ももうすでにプロファイターとグローブを交えたと記憶しているんですけれども、いや今はこちら那須川天心もう一角のものとなり得ています。赤いグローブ、右手を前に出しているサウスポースタイル、前蹴りローキックと足を投げつけるように青いグローブの宮本、さらに高い打点の蹴りを放って、何を出すか、そうですね、ね、パンチはとにかくそのライトニングレフトなんていうふうにも言われていますが、破壊力そのもので、それからノーモーションのバックスピンキックもありますし、ハイキックもこれ軌道を変えてくるんですよね、那須川。インドを返すのは空手ベースの宮本です。お互い空手は土台にあります。宮本選手は、動いた方がいいと思います。今足止めてますね、宮本。宮本はこのボディ打ち、特に左、それから回転系の技も得意としています。強いロキック、スピードありますね。そうですね、キレが一撃一撃、ナスカー、そしてこのリードジャブ、まず攻撃の初速が速い、ジャブ打ちながら相手の反応見てるんですね。そうなんですか、はい、ここは無駄な力は入れませんでした、宮本です。また宮本はタフなファイターでもありますから、それをどんな風に切り崩していくのかですよね、那須川。そうですね、はい、いや右のリードジャブです。右のジャブからまずコツンコツンと当てるフェイントも入れて、スウェイバックでかわしてという赤いグローブが那須川です。宮本リーチから右フック、宮本選手も少しフェイント使いながら、はい、やっぱり、はい、反応早いですからね、那須川選手は。そうですね、はい、左のキック、ラリーインロー、那須川足は止めているんですが、何かもうその一言では言い尽くせない攻防ありますね。そうですね、ワンツー、とにかくスピードがありますね、那須川選手は。スピードではやや那須川ですか。そうですね、はい、これも見切っています。飛び膝ボディへ、そしてこうして組んだ攻防どうかという。そうですね、そうですね、いやでも今のを見てるとしっかりクリズムの対応できてますね、はい、肘なしのルール、ライズではほとんどこういう組んだ方というのも制限されて止められてしまいますので、首の展開すごく楽しみにしてたんですけども、那須川選手はしっかり対応してきてますね。もともと子供の頃からという戦いはでもありますからね、状態を揺らす、はい、左前蹴り、これはミドルハイでしょうか。さらにパンチと見せて相手の集中力を他へやってからということか。あ、これ構え変えました、はい、宮本選手の蹴りがちょっと遠くて、はい、スウェーされてしまうので、フェイント1回入れて、はい、踏み込んでから蹴るような蹴りながらやっていった方がいいと思います、はい、いや何とも異様な緊迫感のある第1ラウンド終了しています。さあもうここからどう頂点へ展開していくんだというふうに見えますが、ここからですよね。まあ5ラウンドありますのでね、はい、まあでも那須川選手は5ラウンドやるつもりはないでしょうね、はい、とにかく戦いは全て倒してこそという那須川天心、はい、そしてタフネスを誇る宮本圭介、宮本サイドぜひ触れていただけますか。どんな選手いましたか。はい、そうですね、やはりちょっと距離が遠いのでフェイントを入れて、はい、はい、やっていった方がいいと思います、はい、でやはりローも強いですから、はい、下から崩していって、はい、ミドルはちょっとスウェーされてしまっているので、はい、フェイントを、はい、蹴っていくと当たるようになると思います。さあ静観そのものの表情で第2ラウンドを迎えます。宮本、那須川、グローブを合わせました、右中央を取って右の水
ドルキック宮本ですね、はい、宮本ちょっと前に出てきましたね、うん、蹴っていったほうがいいですね、はい、ランチではそうです。出しながら相手の反応を見てるんですよ。はい、いやなぜそこまでできるのかというのはちょっともう想像もつかないんですけれども、はいはい、まあ、でもこれはもう練習で、とにかく練習でパンチから膝、はいはい、かなり練習で積み重ねてきたからこそ、はい、試合で出てたんじゃないかなと思います。でも2ラウンド目開始直後ここというところでこれなかなかできませんよね。そうですね、天才ですね。まさにザ天才、はいはい、いや初の5ラウンド、それからルール上どうかななんていうのも、そうですね、はい、そんなレベルのここでパンチだけで終わってしまうんですけど、はいはい、ここから膝に持っていくっていう、うわ素晴らしいです。そうですね、宮本圭介倒されました、倒しました。那須川天心ちょっともこれ記憶の方もおぼつかないような状態かもしれませんが、宮本リングを後にしています。いや宮本選手もあの連打の中で、はい、もう終わるだろうと、はい、連打が終わるだろうと思った矢先にあの飛び膝が飛んできて、はい、一瞬ちょっとガード下がりましたね。那須川選手にインタビューしたいと思います。おめでとうございます。206秒こんばんは、応援してくれた皆さんありがとうございます。ちょっとこんな早く終わると思ってなかったんでちょっと、はい、おっす、はい、那須川選手、勝利のポイントを今日の勝因伺ってみてよろしいでしょうか。まあ前回の試合で、まあ、判定勝ちになってちょっと、まあ、焦ってたというかちょっと余裕ぶってたんでちょっと今日はしっかりもう冷静に戦って最後に倒してやろうと思ってそういう気持ちで戦ってました。本当に素晴らしい圧倒的な戦いを見せてくれました。今後の抱負ぜひとも教えてください。まあ55キロ僕最強だと思うんで僕最強ですよね。まあ僕はまあ相手が誰でもやるんでまあかかってこいやって感じなんでもうどこの選手でももう待ってます。はい、もう逃げてる相手には興味ないんで、はい、圧倒的なビクトリー勝利を見せてくださいました。那須川選手でした。ありがとうございました。さて前回のマノリスカリシス戦が判定勝利だったこともあってさらにこれトレーニングを積んできたということなんですけれどもね、はい、あまりにもお見事、はい、那須川選手、那須川天心やっぱり強かったという他のないそんな勝ちっぷりを見せつけてくれました。そして爆発力すべて大当たりです。これで12戦12勝10の KO 勝利としております。まあ、今後ちょっとあの肘荒れで、ちょっと強い対人となんかもちょっと見てみたいですね、はい、個人的には期待しましょう、はい。